今回はバンコクから車で1時間半、海岸沿いの町シラチャへ。停電対策もバッチリ、朝食付きのサービスアパートメント、ハウマッチ。中心地のランドマークであるロビンソン白茶屋も徒歩圏内、コンビニ、カフェをはじめ日本食レストラン、居酒屋、クリニックなど日本人向けのお店が多く立ち並ぶロケーションにあり、日本人には生活がしやすい場所にあります。日本語通訳が通常駐しているパヤタイ白茶病院も徒歩3分の距離です。実際に周り見てみるとですね、なんと日本語の看板だらけ。なんだここ、ちょっと大人の匂いがプンプンしますよ。早速行ってみます。外観こちらですね、見えますか。すごいかっこいいですね。わ、すごい涼しいし綺麗、天井も高いです。こんにちは、こんにちは。だいたい今1年くらいですね。だから綺麗なんだ。すっごいピッカピカなんですよ。おしゃれ、内装もとってもおしゃれです。このロビー自体が、全部でこの建物54部屋あります。で、今日はワンベッドルームを見せてもらおうと思います。はぁ、すっごい綺麗。ホテルですか。わぁ、すごいホテルみたいです。見てください、もうバーってまずリビングまで見えるんですけど、すごい綺麗に統一されてるんですよね、家具の色とかが。じゃあ早速キッチンから見ちゃいます。どんどん開けてっちゃいますよ。じゃあ下から行こうかな。パッ、はい、お鍋、はい、で包丁もまな板もついてます。で、じゃじゃん、ここは、はい、フォークとかついてます。はい、じゃあどんどん開けていきますよ。じゃじゃん、はい、じゃじゃん、あ、これはまさか、はい、炊飯器ついてます。はい、じゃあケトルもついてます。はい、こちらにコーヒーメーカーもあります。で、トースターですね。ディスポーサーもあります。あ、すごい、ディスポーサーまでついてます。ディスポーサーやってみましょう。ちょっと私ディスポーサーなかなかやったことないので。あ、これか。じゃあちょっと水流します。で、ディスポーサーのボタンここですね、押しますよ。よいしょ、おお、これは嬉しい。すごい珍しいですね、嬉しい。で、こっちなんですけど、お姉さんが開けてくれました。見えますか。はい、じゃじゃん、下駄箱、シューズボックスついてます。やっぱいいですよね、玄関の真横で。かなりなんかそのすごい急だけど大丈夫かな。収納は完璧ですよね、結構入りそうです、これだけあったら。で、キッチンには珍しくディスポーサーもついてた、嬉しい。キッチンの収納はもちろん良かったんですけど、なんとそのキッチンの対面にもじゃっちゃっちゃん、収納があるみたいです。どんどん開けてっちゃおうかな。タタタタタ、あ、え、大きい。何入れる？ゴルフバッグも入っちゃいそうですね。あ、ここはね、ちょっと開かないんだけど、ここはね、あのちょっと開くのに限度があるんですけど、でも入りますね。で、こっちはかなり大きいので、スーツケースでもゴルフバッグでも入りそうです。じゃじゃん、冷蔵庫の上まで収納でした。なんかすごい黒のキラキラしたかっこいい冷蔵庫があります。はい、見てください、シャープ、ちゃんとレベルも5。中も見ちゃおうかな。あ、これ新品、まだ使ってない新品です。ほら見て、これ新品すぎて全部テープが貼ってある。ここ、これは電子レンジですね。じゃじゃん、電子レンジもシャープ。オーブンはついてないですけど、電子レンジあれば十分ですよね。で、こちら洗濯機ついてますよ。なんかさ、もう全部かっこいい黒で統一してますね。こちらもシャープなんです。すごいシャープピーキーなんか家具もなんかそのちょっとスタッツ打ちでおしゃれなすごいこだわりを感じますね。そんじょそこらの椅子じゃないよっていうのを、本当に綺
麗なラグジュアリーホテルみたいな空気の家具を全部揃えてますよね。もしかしてこれはベランダがあるんじゃないか。じゃじゃーん。はい、開けてもらってもいいですか。これ海外、まずこれ網戸だと思います。網戸ついてる、折りたたみ式でした今。見ました。ちょっともう一回出してみますよ。じゃじゃーん。あ、こんな感じで、あ、ごめんなさい、スカートが挟まっちゃうこともある。あ、折りたたみ式ですね、おしゃれ。はい、じゃあ開けてみますよ。よいしょ。はい、じゃあ外に出ます。あ、こんな広い、すごい。だってこんな広いですよ。じゃあ早速ベッドルームも見ちゃいますよ。行っちゃいましょう。はい、でまずベッドルーム、ダダン、大きいです。これは何サイズですか。キングサイズ、大きい。まずそのキングサイズってだけでも嬉しいじゃないですか。で気づいたんですけど、ここなんかこう隠し扉がある感じしませんか。じゃじゃーん、ありました。このままここ見てもらえますか。すごく大きな収納がありそうなんですよ。じゃあ開けちゃおう。じゃじゃーん。はい、わー広い。まずライトがついてるので夜も綺麗に見えますね。でアイロン台ついてます。かなり大きいです。で上もちょっと私まあこうなっちゃうけど、これは椅子使えば大丈夫なんで、ここにこうやって大きい荷物バッグとかどんどん放り投げて入れてください。こちら兄弟ですか。お化粧したり、ここでちょっとリラックスしたり。でこれも上からなんと上に収納があるので、かなり入りますよ。これは収納多いね。収納多いですね。すごいホテルみたいって思ったけど、ホテルより全然収納が多いです。やっぱりキングサイズのベッドに入りたいと思います。さあ、いいですか。いいです、入っちゃいますよ。じゃじゃーん。おらー、あ、日本みたいですね。気持ちいい。横でも寝れるし。硬さは、硬さ結構硬めなんですけど、でも硬めが好きな人もいると思うのでいいと思います。真っ暗ですよね今。でもちょっとこうなんかおしゃれな間接照明欲しいなと思ったら、こちら、はい、明るい。電気をつけたらこんなに明るいんですよ。すごい。なんとまたじゃん、シャープですね。でこれな、急にお姉さん、急お姉さん、なんだ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 、おおめっちゃ前に出てくる。すごい、こんなに前に出てくる。ベッドのこっち側にいてもそっち側にいてもこうやって自分で動かして調整できるんですね。すごい。ではではお楽しみのバスルームを見に行こうと思います。すごい、なんかラグジュアリーそう。ここお願いします。じゃじゃん。あ、綺麗。お邪魔します。あ、すごい綺麗ですよ。でこちら見てください。綺麗なおトイレにはこれがついているんです。はい、でお風呂ですね。ちょっとね、あのここが広いかと言われたら広くはないんですけど、でも十分です、一人だったら。でここまずですね、段差がちゃんと下にあるので水がはみ出ない。で、あれ、これもついてるの。多分ついてるんじゃないってお姉さんは言ってくれてます。バケツがついてるの、嬉しいですね。で横にバスタブがあります。これ見た感じね、ちょっと入っちゃいますね。広いんですよ、すごい。ちょっとふわっと座ってみようかな。はい、あ、広い。私だったら本当全然余ります。この恒例のシャワーチェックをしたいんですけど、ちょっと濡れちゃうから、ごめんなさい。ちょっと濡れちゃうから一回上から、これシャワー来たら本当に今日一日終わりです。はい、じゃあせっかくなのでシャワータイム、水圧チェックしたいと思います。怖い怖い。
靴につけました。あ、ちょっと待って水がめっちゃ茶色いでもね、あの最初こういう茶色いのが出てきてもあのすぐ乾いました、見てください。30秒以内、15秒くらいでちゃんとクリアな色に変わるので安心してください。あ、お湯になりました。今だ30秒くらいかな、水圧いい感じです。30秒くらいで熱くなりました。水圧も OK です。今度はちょっと後ろのプラグ映せますかね。この黒いプラグ、何茶色い、プラグが、このお部屋2種類あるんですけど、黒と白のプラグがあるんですね。停電の時に白はもちろん使えないんですけど、この黒、さっきご紹介した黒いプラグは停電でも使えるんですよね。はい、こっちにも、はい、で停電した時用のライトもちゃんとついてます。すごい、フィットネス目の前に広がっています。8階がフィットネスになりますね。おしゃれおしゃれ、わ、広いですね。うん、なんとここは24時間使えるそうです。えーちゃん、はい、ストレス溜まってない？いや結構溜まってるんですよ、本当に。これ体にいいの怖さがあるしねもう本当にゾクゾクしてます。広い、なんか高級レストランみたいですね。今はまだ開いてないんですけど、お姉さんが言うにはあと2ヶ月後ぐらいにオープンできるって言ってますね。本当はあの家賃に朝ごはんが1ベッドルームなら1人、2ベッドルームなら2名様分ついてるんですけど、ちょっとレストランがまだ開いてないので、ちょっと出来たてほやほやすぎて今お弁当を出してるらしいです。わー、はい、大きいです。これまだ5歳だい。やっぱりね、土日にわざわざそのゴルフ場行くの大変な人はここで済ましたいですもんね、こうやって。ちょ、まあ私ゴルフできない、ちょっとゴルフできないんですけど、ちょっとやってみ、なんかこんなについてるとやったことない人もやってみようかなっていう気持ちになりますよねさあ、そろそろめっちゃ、うん、時間です。はい、また難しい、白茶の物件は本当に分かんないから。でもね、さっき聞いたんですけど、インターネットも電気代も水道代もあの家賃に含まれているし、日本のテレビ BB インフォさんもついてるんです。しかも掃除が週に6回もで、タオルは週に3回も取り替えてくれて、ベッドのリネンなどは週に1回、もうこれだけやってくれて、プラスロビンソンであの公園、あと各種役所などになんと無料のシャトルバスで送ってくれるんだって。すごくないですか。じゃあこちらの、はい、ザ・ミドルトンサービスアパートのシラチャ、ランベッドルームいかがでしょうか。はい、この価格じゃないかな、5万バーツ。ワンベッドルーム4万5000バーツ。
の動画を見ていいねと思った方はいいねボタンを押してください。これからもタイの物件情報をどんどんお知らせします。質問があればコメントもいっぱいください。チャンネル登録よろしくお願いします。